キシユタ、新たな一歩への踏み出し、謎に包まれた未来への期待。多くのファンに愛されたアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーであるキシユタ、27、が、ジャニーズ事務所退所後の展望について率直な言葉を語りました。その深まる謎に包まれた未来と、彼の新たな一歩への踏み出しに注目が集まっています。キシユタは、日本テレビ系、ニノさんとアぼボ、2時間 SP に登場し、 ジャニーズ事務所を退所した背景や今後の展望について語りました。5月22日にグループからの脱退を発表し、9月30日には事務所を離れる予定となっています。番組ではマッピルマから行われる飲み会企画に参加し、岸優太自身が退所後の新たなステージに対する気持ちを吐露しました。嵐のメンバーである二宮和成からの質問に対し、岸は、正直、やりたいことめちゃくちゃあるんですけど、 今まだ決めきれていない状態がありますねと率直に答えました。陣内智則からは、それが本当かどうかを突っ込まれるものの、騎士は、本当に決まってないですね。本当に決まってないですねと強調。その姿勢には、彼の未来への探求心が滲み出ています。騎士ユ太の表情や言葉からは、新たな可能性への興味と不安、そして希望が感じられます。 彼がこれまでアイドルとして培ってきた経験と才能を、どのような形で活かしていくのか、多くのファンが注目しています。また、騎士は、やりたいことはもちろんあるんですけど、看板立てては正直、言いたくないこともあったりしてと述べ、その未来への思惑を示唆しました。これに対して、二宮和成は、興味深げな態度を見せながらも理解を示す言葉をかけました。 そのやりとりからは、岸優ユタが今後の活動に対して独自のビジョンを持っていることが伺えます。岸優ユタは、というよりは、いろんなことをマルチにできる人間になりたいです。と述べ、彼の新たなステージに対する思いを語りました。その返答に対して、周囲からは微笑ましい反応が寄せられましたが、それと同時に彼の真摯な姿勢が感じられたことでしょう。今後、岸優ユタの新たな道はどのように展開していくのか。 彼自身が抱く未来へのビジョンが徐々に明らかにされることでしょう。多くのファンや注目する人々が、その一歩一歩を見守っていくことは間違いありません。岸優太の魅力は、彼の率直な心情や謎めいた未来への期待にあります。これまでの活動で培った才能や経験が、どのような形で彼の新たなステージで発揮されるのか、その答えを待ち望む声が広がっています。 岸優太の新たな一歩に対する興味と応援の声が彼をより一層力強く支えていくことでしょう。